ジーニアスジャパンチャート1位。平野翔岩優太神宮寺優太からなるナンバーアンダーライン愛の衝撃的な勝利脅威のランクイン。ナンバーアンダーライン愛の楽曲が音楽界を席巻。平野翔岩優太神宮寺優太の3人からなるナンバーアンダーライン愛は、いずれも音楽チャートで1位を獲得した。チャートにランクインし常に注目を集める楽曲で、 音楽業界での名声を高め続けています。彼らの楽曲がジーニアスジャパンの最新チャートで上位を獲得したことが明らかになった。彼らの名前は音楽界で継続的な注目を集めています。国内外の大小の音楽チャートで常にトップに君臨し、その存在感はますます大きくなる一方です。その魅力に満ちた音楽は、 どんどん私たちの心を魅了し、幸せを運んできました。彼らの音楽は、数多くのファンによって愛されています。そして、最近のジーニアスジャパンの週刊チャートでも、彼らの楽曲が目立ちます。2024年4月10日から4月16日までの週、ナンンバーアンダーライン愛はチャートのトップに立ち、その楽曲、ブローユアーカバーが1位を獲得しました。 さらに、彼らの楽曲、富士とゴートも4位と5位にランクインし、その人気の高さを証明しました。ジーニアスジャパンのチャートは、歌詞検索数や過去1週間の閲覧回数、閲覧時間などから集計されており、その信頼性は高いと言えます。この楽曲がランクインし続けることで、彼らの人気と実力を証明しています。 彼らの楽曲がチャートのトップに君臨する中、彼らのファンからもたくさんの喜びの声が寄せられています。SNS 上では彼らへの応援や祝福のメッセージが溢れています。ファンたちは彼らの成功を喜び、彼らの音楽が常に自分たちの心に響いていることを感謝しています。これらの楽曲の成功は彼らの努力と才能の結晶であり、 彼らが今後さらなる高みを目指していくことを期待させます。彼らの音楽は多くの人々に勇気や希望を与え、彼ら自身の成長と進化を象徴しています。彼らのキャリアのこれからにはどんな挑戦や変化が待ち受けているのでしょうか彼らは今後もトップに立ち続けることができるのでしょうかそれとも新たなる可能性や探求が彼らを待ち受けているのでしょうか 彼らの音楽が今後どのように進化していくのか、そして彼らがどのように成長し続けるのか、ファンたちはこれからも彼らの活動に注目し続けることでしょう。このような音楽の旅路は彼らだけでなく、私たち全員にとっても魅力的であり、インスピレーションを与えてくれるものです。彼らの成功は、努力と情熱が報われることを示しており、 私たちにもその道を歩み続ける勇気を与えてくれます。音楽チャートの頂点に立つことは彼らにとって喜びと誇りに満ちた瞬間でしょう。その一方で彼らの成功はファンたちにとっても喜びの源です。SNS 上では多くのファンが彼らの楽曲のランクインを祝福し、彼らをサポートするメッセージを送っています。 彼らの音楽が人々の心に届き、感動と喜びを与えていることが、これらのメッセージから伝わってきます。しかし、この成功の裏には、彼らの努力と才能があります。彼らは単に優れた楽曲を提供するだけでなく、常に自己を更新し、成長し続けています。そのため、彼らの音楽は常に新鮮で魅力的であり、 ファンたちに幸せをもたらしています。彼らの音楽がどんどん進化し続けることを願っています。また、彼らの成功は単なるチャートの順位だけでなく、音楽産業全体にも影響を与えています。彼らの人気は、新しいトレンドやスタイルの形成にも影響を与え、他のアーティストたちにも刺激を与えています。彼らの音楽が人々の心を動かし、 文化に変化をもたらす力は計り知れません。彼らの音楽がこれほどまでに多くの人々に支持されている理由は、その真摯さと情熱にあると思います。彼らはただ自分たちの音楽を作り出すだけでなく、その音楽を通じて人々とつながり、彼らの心に触れることを目指しています。その姿勢が彼らの音楽を特別なものにしていると感じます。 この成功の背後にある努力と情熱に敬意を表しつつ、彼らの音楽が今後もさらに多くの人々に幸せをもたらし続けることを願っています。その他、あなたがナンバーアンダーライン愛や彼らの音楽に関して何か興味深い視点や質問があればお気軽にシェアしてください。最後に、これからも彼らの音楽と共に、 私たちは彼らの成長と成功を心から祈り応援していきましょう。彼らの楽曲が私たちの心に響き続ける限り、彼らの輝かしいキャリアは決して終わることはありません。彼らの未来についてあなたはどう思いますか彼らの音楽があなたの人生にどのような影響を与えていますかそしてあなたは彼らの活動をどのようにサポートしていますか これからも彼らと共に歩み続けましょう。